平塚市の情報ドキュメンタリー番組平塚ビジョン。平塚市内の大学に在学する学生が平塚の今を見つめ、未来に向けたビジョンを発信していきます。今回の平塚ビジョンは、東海大学の学生2人が平成26年度の平塚市の主な取り組みについてリポートします。平塚市は今年度も教育や子育ての整備を進めていきます。外国人英語指導者の学校訪問事業、小学生の英語に対する興味関心を高め、グローバル感覚を身につけた人材を育成するため、小学校低学年に対する外国人英語指導者の訪問回数を増やします。中学 1,2 年生についても、英語に対する興味関心学習意欲をさらに高め、コミュニケーション能力の基礎を養うため、実用英語技能検定4級の検定料を補助します。小中学校運営事業は、市内の小中学校全43校に防犯カメラ関連設備一式を設置し、子どもたちの安全確保と外部侵入者などに対する防犯安全対策を行います。小中学校校舎大規模改修事業については、学校生活の安全と充実を図るため、小学校2校と中学校1校の屋上防水工事や外壁改修などを行います。中学校施設管理事業では、生徒の快適な学習環境を確保するため、市内の中学校全15校の音楽室や図書室などにエアコンを設置します。次は民間保育所施設整備支援事業。待機児童解消のため、民間保育所の新設建て替え分園などの施設整備を補助していきます。放課後児童健全育成事業は、放課後における児童の健全な育成を図るため、市内にある37カ所の放課後児童クラブで放課後児童健全育成事業を推進します。その一つにですね、大学生リポーター2人は教育庁を訪問して、今年度の教育関連事業についての話を聞きました。平塚市は英語教育の推進など、2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどを見据えたグローバル社会に対応した教育活動を展開していきます。2回目3回目でそれをやっていこうと。その小学校のもう低学年の方からまず英語に慣れさせるっていう意味で、英語教育に力を入れるっていうのはやっぱり大事だと思いますし、今のその小学生がその大きくなって、そのそれこそオリンピックが東京で開かれる頃ぐらいには、やっぱりみんな英語を聞く機会も増えるだろうし、そういう時に大事だなっていうふうに思いました。と、英検を受験する、4級を受験する中学1年生2年生にと受験料を補助するというところで、と意欲のある人の学習を伸ばしてあげるっていう、そういうところがやっぱりこれからその人たちの人生のをより良くするのにもつながっていくと思うし、そういう支援というのは本当に必要だなと思いました。防犯施設整備事業。平塚市が管理するすべての防犯街路灯を LED にします。また自治会などが防犯街路灯を設置維持管理するための費用を支援します。さらに平塚駅周辺の安心安全を確保するため、駅西口南側に防犯カメラを増設します。ノンステップバス推進事業。市内を走るバス車両のバリアフリー化を進めるため、ノンステップバスを導入する際の補助を行います。
介護老人福祉施設整備費等助成事業については介護老人福祉施設の入所待機者を解消するため特別養護老人ホームの整備費の一部を助成します。成年後見利用支援センター設置事業、判断能力が低下している方やその家族に対し権利擁護の推進体制を作るため成年後見利用支援センターを開設します。施設整備については橋梁長寿命化修繕事業として木所可動橋の長寿命化を図るため点検・補修設計・修繕を行います。公共下水道整備事業については豪雨などによる浸水被害への対策の一つとして岡崎の西海地雨水幹線などを修繕します。下水道管路耐震長寿命化対策事業では緊急輸送路に指定されている国道1号などの管路とマンホールの耐震化を進め災害に強い下水道機能を作ります。特色あるまちづくりの推進、道路施設維持管理事業については平塚駅北口広場バスロータリーや駅前大通り線の交差点周辺などにバラを植えてイメージアップを図ります。歴史的建造物保存活用事業では旧横浜ゴム平塚製造所記念館をより市民に親しまれる施設にするためにバラの植栽を進め、バラを拠点とした街づくりを進めます。手話ダンスによる健康づくり事業、平塚出身のダンスグループと連携し、手話ダンスを活用した事業を実施。若い人たちや高齢者がスポーツや健康づくりをするためのきっかけを作ります。自転車通行帯整備事業については自転車通行帯設置に関わる計画を策定し自転車通行帯通称ブルーラインを整備することで自転車の安全で快適な走行環境と歩行者が安心して歩ける歩道空間を確保します。自分の地元にはやっぱそういうラインとか明確なのがないので走りやすかったのもありますし、あとその車で通ってる方もそのブルーレーンがあることによってやっぱり自転車に気をつけて走行するようにもなりますし、その車道を走るようにみんな分かりやすいものだなっていう風なことなんで、すごいいいものだと思います。地域経済の活性化と雇用機会の確保を図るため企業の立地や事業拡大による施設整備、環境設備、新規雇用に助成します。また生産の拡大や新製品開発に向けた市内中小企業の設備投資を促進するとともに、設備投資の際の市内事業者間の受発注を進めるための制度を新たに設けます。企業立地のために、さまざまな補助施策を設けてたんですけれども、26年度から新たに、2つの助成制度を追加をしまして、1つは市内にですね、新たに研究所とか情報通信業、またはその製造業で研究所を建てられる場合、それから一定規模の土地の面積を買われた場合に、これまでの補助金プラスアルファの補助金を出しますという施策をやっていきます。でもう一つは建物を建てるとき、また焼却資産ですね、購入されるときに市内の企業に発注した場合に、上乗せの補助金をお出ししますという施策2つをですね、拡充して、PR していくというような形をとります。産業間連携促進事業、漁業や農業などの第一次産業が食品加工や流通販売にも業務展開する
第六次産業化に向けた取り組みや地域資源の活用など事業者を支援し、産業間連携による産業の活性化を進めます。六次産業化法では去年2件の事業者が認定を国から受けて、また地域資源を使う地域資源の活用促進法というので1件事業者さんが国から認定を受けましたので、そこのいろいろな事業化のプログラムとかの支援とか、また広報とかですね、また新商品生まれた時の広報とか、そういうところでまた販路拡大とかですね、各事業者さんとマッチングしながら広げていきたいというふうには思っています。商業については消費税引き上げに伴う緊急経済対策として、市民の生活支援と地域経済の活性化に役立てるため、関係団体によるプレミアム付き商品券の発行にかかる経費を助成します。また商店街の活性化を促進するため、商店街の団体などが行う交流事業や販売促進活動事業を支援します。ショッピングモールと商店街って結構対立構造に挙げられることが多いじゃないですか。実際商店街には商店街の、ショッピングモールにはショッピングモールの良さがあると思ってて、それがお互いを潰し合うんじゃなくて、なんかお互いのいいところを引き立てて共存していければいいなって思ってて、それが、人とのつながりの面では商店街が勝ってると思うし、そういうのを大事にしていってもらって、でショッピングモールは別にその商品の品揃えとかそういう面でそう補って、お互いの足りないところを補い合ってやっていけてればなんかいいんじゃないかなって思いました。ツインシティ整備事業、平塚市の立地特性を生かした新たな産業や業務機能などの集積を目指し、平塚市の北の核として地域全体の活性化につなげていくため、都市計画決定や土地区画整理事業の着手に向け、地元や神奈川県とともに進めていきます。市民病院整備事業、安全な医療サービスを提供するため、平成25年度に引き続き市民病院の整備に向けた新棟建設工事を進めます。新庁舎建設事業、平成28年度の完成を目指している新庁舎の建設は、地上8階の高層棟を作る第一期工事が5月に完了します。配線工事や器具などを搬入後、6月末から段階的に新庁舎での業務を開始する予定です。まもなく第一期工事が完了し、段階的に業務が開始する新庁舎。新しい時代の幕開けを迎える平塚市は、今年度も市民と行政が協力し合い、より良い街づくりを進めていきます。今日見てきた中で、自転車専用道路とか、あと教育の現場とか、あと商店街とか、そういう随所で、人のなんか温かさとか、なんか人を思いやるところがなんかその一つ一つの事業から出てるなって思ってて、でなんか平塚市の市民の人を大切にしようっていう気持ちが、そこのいろんな活動に表れてたんじゃないかなと思います。自分の大学がその平塚市にあるっていうことも含めなんですけど、市民がより良いって感じられるような街づくりをすることもそうですし、その他の地域の人から見ても、あ、平塚市っていい街だなっていう、魅力的だなっていう風な感じられることが、みんなができるようになれば、その街いい街だって言えるようにもなるし、その平塚市に住みたいなっていう人が増えるとも思うので、ぜひそういう街になってほしいなと思います。